はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回ですね、ルークがめちゃくちゃ面白い問題を持ってきたんですよ。なのでその問題を解説しこうと思います。前回ですね、その除雪車の問題を僕がその場で解いて、で答えを送ったところ正解だったので、じゃあこの問題はどうっていうふうに送られてきたんですね。その問題がこちら。ある人に2人の子供がいて、その片方は火曜日生まれの男の子である。それではもう片方の子供が男の子である確率は、男女の生まれる確率はそれぞれ 50% とするという問題ですね。この問題1回読んだだけでもうめちゃめちゃいい問題だなと思ったので、ある程度方針は立ったんですけど、そのまだ解いてないので説明しながら解いていこうかなと思います。ただこの問題めちゃくちゃいい問題ですね。ルークによると、この問題はアメリカではTuesday birthday problem っていう風に言われてて、結構有名だということで、まあ早速挑戦していこうと思うんですけど、この問題を解けばきっと条件付き確率めちゃくちゃ強くなると思うので、めちゃくちゃ強くなるように解説していけたらいいなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきます。まず2人の、まあ、子供がいると、そのうち片方が火曜日生まれの男なの、火曜日生まれの男の子なんですね。はい、火曜日生まれの男の子、別に火曜日っていう条件がなくてもいいんじゃないっていうふうに思いますよね。じゃあ仮に火曜日っていう条件がなかった場合、確率はどうなると思いますか？片方が男の子ですと。だったらもう片方も男の子である確率を求めてくださいと。え、別に男の子だろうが、片方が男の子だろうが女の子だろうが、もう片方もが、もう片方が男の子である確率って 50% じゃん。だから答え半分、2分の1っていう風にしがちですけど、それは絶対ダメですね。直感的にこういう風に多分したくなる方が多いと思うんですけど、絶対にしてはいけない。それはなぜかというと、根源事象が違うんですよ。根源事象が同様に確からしくないと。こうなんですね。どういうことかというと、男女っていうのが一つの根源事象で、男というのがもう一つの根源事象で、これが起こる確率っていうのが同様に確からしいわけではないんですね。確率が違うと。正しくはこっちっていうのは2/4、こっちが1/4というふうになってるわけなんですよ。まあ女女を足してあげると分かりやすいんですけど、これは1/4と。で合わせて1になってるわけなんですね。これどうしてこういう風な確率が異なってくるかというと、ここをその子供2人っていうその場合の数で考えてますけど、基本的に根源事象が同様に確からしいようにするためには何が必要か、その子供とかを別々に考えるんですね。子供 A、子供 B っていう風に考えるんですよ。ちょっとかぶっちゃってすみません。子供 A、子供 B っていう風に考えてあげると、女女、男女、男男じゃなくて女男もありますよね。つまり子供2人が男女になる確率っていうのは4分の2つ分なんですよ。で他が4分の1つ分という風になって、こういう確率になると。だから結果的に答えは、さっきのその片方が男だった時にもう片方も男である確率っていうのは、ここを見てあげれば、片方が男っていうのは要はその3つ分あるわけですね。片方が男っていうのはこの3つ分あるうち、もう片方も男の確率は1と、だから3分の1というわけですね。これが条件付き確率なんですよ。すなわち片方が男の時に両方とも男っていうのはどういうことかというと、まあ、1人以上が男の確率分の、2人とも男と、その確率を求めてあげてるわけですね。これが、条件付き確率。ある A っていう事象が起きた時に A かつ B が起こるような確率を考えてあげると。これはベン図で考えると非常に分かりやすくて、ベン図、今普通に例えば B が起こる確率っていうものを考えますと、 B が起こる確率って本当だったらここですよね、まあ、例えば4分の1みたいな感じでパッと出るんですよ。ただ A が起こった時の B の確率はって言われたら、
要は B っていうもののうち、ここに対応する部分っていうものはありえなくなるんですよね。要は A が起こりましたって言われた瞬間に世界が変わるんですよ。世界がここの円の中に限局されるんですよね。円がここに入るってことはそのうちのここの部分っていう風になるから、はい、PA っていうものが全体に来て、そのうち B が起こる確率はこうなるというわけですね。だからこれで3分の2っていうのが分かると。じゃあさっきの問題に戻って、じゃあ火曜日っていう条件が加わったらどうなるのと。あ、3分の1が答え、あの火曜日っていう条件がなければ3分の1だけど、火曜日っていう条件が加わったらどうなるのっていう話ですね。え、火曜日だからって関係ないでしょ、3分の1でしょっていうふうに思ったらそれ違うんですよね。っていうのが本当にこの問題の面白いところ。男かつ火曜日なんですよ。じゃあこれはどうなるのかなっていうふうに考えるわけなんですけど、はい、男になる確率どういうふうに考えていくかというと、また同じように全部の根源事象が同じになるように考えるわけですよ。そうすると、まあ、2つ箱を考えてみると、こっちに性別が入ると、でここに曜日が入ると、生年の生まれた時の曜日が入ると。そうすると、まあ、ここ男女の2パターン入りますよね。でここは月から日と、だから 2×7 の14通りの方法が考えられるわけなんですよ、パターンが。でこっちも同じように14通りのパターンが考えられるから、全部で196通りのパターンがあるわけですね、その性別と曜日のパターンとしては。でそのうち片方が男かつ火曜日生まれっていうので、ここのパターンが要は全部の世界がグッと減るというわけですね。これが例えばこれあの2つに分けなきゃいけないので、例えば男かでハテナの場合は、これもちろん14通りですね、さっき言った 2×7 粉に来てもいいので、同じようにハテナが来てこっちが男かの場合は14通りと。ただしこの2つで考えてみてあげると重複がありますね。男かの場合の1通り分だけ、重複しちゃうんですよ。だから 14+14-1 の27通り分が、全体になるという感じなのかな。じゃあその中で男か、片方が男かで、でもう片方が男になってるか、場合の数を数えてあげればいいと。そしたら同じようにここハテナと、これ7通り、これがひっくり返った場合も7通りで、この男かの場合がまた被るから 7+7-1 で13通りになると。だから答えは27分の13なんですね。はい、こんな感じで火曜日生まれだっていう、別に性別と全く関係ないじゃんっていう情報が加わっただけで、さっき3分の1だったものが27分の13にぐんと確率が上がるわけですね。っていうのがこれ条件付き確率で考えてあげるとすんなり求められるという感じですかね。まあそんな感じかな。とりあえず条件付き確率について今回は解説した後に、条件付き確率っていう定義に基づいてあげると面白い結果が導けたんですね。じゃあ今度考えてみてほしいのは、火曜日っていう条件が加わってるだけじゃなくて、まあ他の条件を加えてみる。例えば血液型とか、まあ血液型の場合確率が1対1対1対1じゃないので、まあその確率によって変わってきてしまうんですけど、仮にじゃあ4分の1の確率で A、B、O、A、B 型がそれぞれ生まれるとしたら、じゃあこの人が A 型だったらこっちが男になる確率はって言ったら、またぐんと上がっていくわけですね。っていうように3分の1だったものが27分の13になり、それがさらにまた大きくなってっていう風になっていくんですよ。これ結果としてめちゃめちゃ面白いですよね。ということで今回ですね、この問題を通して、まあそのおそらく答えはが間違ってるっていうことはないと思うんですけど、まあ、この問題を通して条件付き確率って面白いなと、数学って面白いんだなっていうところを学んでもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回、まあ、ルークからの挑戦状の第2弾ということでこの問題を解いたわけですけど、非常に面白いので皆さんもぜひ解けるようになって見てもらえたらなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。